カルマト派は、9世紀末から11世紀にかけて、活動した、イスラーム教シーア派イスマーイール派の一分派。アッパース長に対する反乱を起こし、アハサを中心として、独立勢力を築いた。930年には、アブーターヒル・アルジャンヒキるル・カルマト派が、聖地真っ赤を占拠し、黒いを持ち去りザムザムの泉を死体で汚すなどの事件を起こして、 イスラーム世界を震撼させた。その後も、アッパース朝やファーティマ朝を脅かしたが、11世紀、半ばに滅亡した。歴史資料において、アラビア語で、カルマト派を意味するカーマティ、PL カーミタは、イマーム派の裏マー、ファドル・ブン・シャーザーン・ナイサー・ブーリーが、カルマト派への反論として書いた論文がある、ラドアラ・エル・カーミタに初めて出てくる。 カルマト派という多少の由来とされているハムダーン・カルマトという人物の共戦活動が870年代にはすでに開始されてから久しくその影響がホラーサーンにまで及んでいたことが確認できるカルマト派という名称の由来はよくわかっていないカルマト派を創設したというハムダーン・カルマトという人物に由来するとする文献もあるがこの名は単なるイポニムであるという説もある アラビア語のカルマとはおそらくアラム語の単足の赤目の秘密の教師などの言葉に由来している。906年か907年に説教師のアブーハティムが動物の殺害とネギなどの野菜の摂取を禁ずるようといたことから南イラクのカルマと派は青物賞ともあだなされた。ただ彼の教えが存続したのかどうかは定かでない。アッパース朝の時代。 様々なシーア派の派閥が反体制秘密結社のような形で登場した。その中にはイスマー・イール派の原型となるような集団もあり、特に抜きん出ていた一団はムバーラキーヤーと呼ばれた。イスマー・イール派の主張によれば、イマームのジャーファル・サーディクは、次男のイスマー・イール・イブン・ジャーファルを後継者としていたが、彼は父より先に死んでしまった。 イスマー・イール・イブン・ジャーファルは死んだのではなく、姿を隠したのだとする派閥も存在するが、イスマー・イール派は、彼の死を受け入れ、イスマー・イール・イブン・ジャーファルの、長男ムハンマド・イブン・イスマー・イールをイマームと認めた。ムハンマドは、クーファを中心に活動するムバーラキーヤーとも連携を取っていた。813年頃に、ムハンマド・イブン・イスマー・イールが死去したのを機に、 ムバーラキーヤーは分裂した。多数派は彼の死を認めず、マフリであるとした。一方彼の死を受け入れた少数派は、後にイスマーイール派国家ファーティマ朝に合流した。現在に残るイスマーイール諸派は、すべてファーティマ朝の流れを組んでいる。一方で、多数派はサラミーヤを拠点とし、イラン南西部のフーゼスターンで伝道に成功した。七十四年、ここで、 アルフサイン・アル・アフワーチーという指導者の教えを受けて、クーファ出身のハムダーンという者が改修し、派の名を取ってカルマトと名乗った。カルマトと義兄弟のアブダーンは、マフディの到来に備えて、南イラクに軍事的、宗教的なマフディの拠点を作る準備を始めた。彼らは、東アラビアや北アフリカでも同様の活動を始め、その実践主義的、 救世主的な行動が多くのシーア派の人々を引きつけた。このカルマト派の前身となる運動はイランやマワワラアンナフルにまで広がった。899年、サラミーヤで政変が起こり、イスマーイール派は再び分裂を起こした。サラミーヤの中心部を掌握したイスマーイール派の少数派の指導者がムハンマドイブンイスマーイールはすでに死んでいて、 サラミーヤの今の指導者こそが再び姿を現した、正当なイマームの後継者であるという主張を展開し始めた。カルマトとアブダーンはこれに公然と反対し、サラミーヤ政権との関係は決裂した。アブダーンは暗殺され、カルマトは一旦身を隠したが、後悔して、主張を改め、ファーティマ家のウバイドラールイコールマフディがイマームであるという教えを伝道するようになった。 ウバイルダーは909年に北アフリカでファーティマ朝を建国することになる。しかしカルマトが転校した後もかつての彼の支持者たちはカルマト派を名乗って活動を続けた。彼らの最大の拠点はバーレーンであった。この時代のバーレーンは現代のバーレーン王国が存在するバーレーン島のみならず東アラビアの広大な領域を指していた。旧世紀末までは アッバース町の統治下にあったが、バスラで発生した残寿の乱により、バグダードからの統制力は弱まっていた。アブサイード・アルジャン率いるカルマト派は899年に、バーハレーンの主要都市ハイルとアハサーを占領し、理想国家の建設を目指した。カルマト派は、ある学者が恐怖の世紀と呼んだような混乱を、クーファで引き起こした。彼らは、真っ赤巡礼を、 迷信の類と考えていたため、バーレーンを拠点として、アラビア半島中の巡礼路を襲った。906年には真っ赤から帰る。途中の巡礼団を襲い、2万人の巡礼者を虐殺した。アブー・ターヒル・アルジャンの時代、カルマト派は927年にバグダードを襲い、930年に真っ赤とマディーナを占領した。この二大聖地を占拠した彼らは、ザムザムの泉に、 八じじ者の死体を投げ込んで冒涜し、黒いをアハサーへ持ち去った。これは、身の白金を目的とした行動で、アッパース長は952年に莫大な金を支払って黒いを取り戻した。パレスティナを占領したカルマト派が鋳造したディナール金貨970年代、カルマト派の反乱と聖地の冒涜は、イスラーム世界を震撼させるとともに、 アッパース朝の権威を地に落とすことになった。アッパース朝はほとんど彼らに対応することができず、カルマト派は10世紀の大部分にわたり、ペルシア湾及び中東最強の勢力であり続け、通称の用地であるオマーン海岸地帯を支配し、バグダードのアッパース朝カリフやカイロのファーティマ朝イマームから高納金をせしめていた。いつ把握なカーシュによれば、 カルマトハの領域では膨大な数の奴隷に支えられた豊かな経済が展開していた。カルマトハ国家は諸島やアハサー、カティフから得られる莫大な果物や穀物を有していた。1051年にアハサーを訪れたナーシルホスローは、これらの土地は3万人ほどのエチオピア人奴隷が工作していたと記録している。また彼によれば、アハサーの人々は税を免除されていた。 貧者や債務者は自らの身辺整理をする時まで金を借りていることができた。利子を取られることはなく、あらゆる業務において代用効果が用いられていた。カルマト派国家は強力かつ長続きする遺産を残した。それは920年頃にカルマト派の指導者が発行したタウラと呼ばれる効果が20世紀初頭に至るまでアハサーで流通していたことからもわかる。 976年、カルマト派はアッパース町に敗れて内向的になり力を失っていった。これにより彼らはこの地域で十分な効能金を集めることができなくなった。アラビア史家のカーティスラー戦は次のように述べている。効能金の支払いがどんどん切り詰められていくにつれて、イラクの新しい政府やライバルのアラブ諸部族によって、カルマト派国家は一地域勢力へと沈んだ。 バーレン諸島は1058年にアブアル、ボレオルアルアワムによって政党イスラームに回帰した。同時期に同様の反乱がカティーフで起き、カルマト派の支配が覆された。外国からの収入や海岸支配を失ったカルマト派は、夫婦のオアシスにある城塞へと撤退した。最終的に彼らの王朝は1067年に最後の一撃を受けた。 アブドゥラビガリアル・ユニーと彼を支援するため、イラクから来たセルジューク軍の連合軍が7年にわたって、不夫婦を包囲し、ついにカルマト派を降伏させたのである。バーレーンと東アラビアのカルマト派国家は、ウユニーアサにとって変わられ、イラクやイラン、マーワラ・アンナフルのカルマト派コミュニティも11世紀半ばまでに、ファーティマーケシジへ回収するか、消滅したと考えられている。 同時大臣として最後に、カルマト派に言及したのは1050年に、カルマト派国家を訪れたナーシュル・ホスローであるが、1331年に、カティーフを訪れたイブン・バットータは、住民のアラブ人が、イスラーム極端派を名乗っていたと記録している。アメリカのアラビアシカフアンコールは、この呼び方は14世紀のスンナ派がイスマーイール派を、指して用いていたものだとしている。 カルマト派の主張では、イマームの数は、神が定めた、7という数字で固定されている。この立場に立つ者は7番目のイマームである、ムハンマドイブン・イスマー・イールを預言者、イマーム・アルカー、マフリであるとし、彼は死んだのではなく一時的に隠れているのだと考える。カルマト派は、ムハンマドイブン・イスマー・イール以後のファーティマ朝に至る、イスマー・イール派イマームを認めなかった。 アブユヤクブユースフの子孫は1077年まで統治を続けた。ありがとうございます。